こんにちは、神田です。9月25日に行われる J2 リーグ第38節、新潟と J2 優勝、J1 昇格争いしている上位チームのプレビューをお伝えしていこうと思います。その前に、おとといアップした動画にたくさんの方からコメント、DM をいただき、本当にありがとうございます。多くの新潟の方に支えられているんだなと改めて実感させていただきました。ここまで反響があると思っていなかったので、神田本人が本当にね、一番びっくりしております。本当にね、新潟県の皆様に支えられている新潟県の皆様が多くね、このチャンネルを見ていただけてると本当にね、改めて思うことができまして、皆さんのお優しい言葉、そしてね、励ましの言葉、そしてね、このチャンネルを見て、まあ、サッカーより詳しくなったよと、そういったね、ことを本当にいただき、改めて YouTube、こういった、チャンネル、そしてアルビレックス新潟を、取り上げさせていただいて、本当に良かったなと改めて思いました。本当に皆様あっての神田ですので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、早速プレビューの方に移っていこうかなと思うんですけども、ついにリーグも残り5試合と佳境を迎えつつあるんですけども、まずは、新潟大宮戦についてお伝えしていこうかなと思います。まあ、大宮の分析動画は、3日間に分けてアップさせていただきましたので、お時間ある方は、そちらの方に細かく大宮のことを分析した動画載せてますので、よかったら見てください。で、新潟は主力2人をね、欠くことになるんですよね。センターバックのトーマス・デン選手と高木選手。トーマス・デン選手はオーストラリア代表に招集されているので、代わってセンターバックの選択肢が誰になるのか、高見選手、千葉選手、早川選手、マイケル選手の中から誰が出場してくるのか、大宮のサイド攻撃を跳ね返していくのであれば、マイケル選手、高見選手、カバーリング、サポート、立ち位置を重視していくのであれば、千葉選手、早川選手、センターバックの組み合わせ、ここはね、非常に重要になってくると思いますので、松橋監督は誰をチョイスしていくのか、非常に楽しみだなと思います。で、今シーズン、ここまで9得点、6アシストを記録している高木選手の離脱は、新潟にとったらめちゃめちゃ痛いと思います。本人が一番ね、悔しい思いをしていると神田は思います。ですけども、まあ、今シーズン、まあ、中盤2列目に入っている選手の、まあ、成績を見ていくと、伊藤選手が7得点10アシスト、松田選手が4得点6アシスト、水戸選手が4得点2アシスト、小見選手が4得点1アシスト、島袋選手が1得点1アシスト。これに神田はおそらく今日、ベンチ入りメンバーで篠塚選手あたりが入ってくるんじゃないのかなと、まあ、思う部分もあるので、高木選手の穴は埋まっていくんじゃないのかなと、まあ、メンバーを見る限りですね、心配ないんじゃないのかなと思います。あとは、まあ、松橋監督がどういった、組み合わせ、誰を配置していくのかはわかりませんが、おそらくね、プランはいろいろ考えていると思うんですよ。で、神田もいろいろ考えた上で、昨日のライブ配信の中でもお伝えさせていただいたんですけども、プラン B としては、フォワード谷口選手を2列目に下げていく、そういったことも松橋監督はプランの中で考えているんじゃないのかなと。なので、鈴木選手が今節メンバー入りをして途中出場してくる形があるのであれば、鈴木選手がワントップの位置に入って、谷口選手がトップ下に入るという、まあ、こういったね、プラン B を考えているんじゃないのかなと神田は思います。鈴木選手、谷口選手の場合は、ライン間でボールを受けるうまさもありますし、ディフェンスラインの背後の抜け出しが非常にうまい選手なので、この2人が
高木選手のね、穴を埋めていくっていう形もあるんじゃないのかなと神田は思います。新潟は今シーズンは主力の離脱、出場停止などもある中でも各選手が持ち前の特徴、能力を十分に発揮してきたので、ここまで勝利、勝ち点を積み上げてきたと思います。大宮戦もチーム一丸、一体となって勝利をね、掴んでいってもらいたいなと思います。で、大宮は J2 残留争いから抜け出したいという気持ちはかなりね、強いはず。J3 降格のなってる21位の盛岡とは、神田の調べではこれ金曜日なんですけども、勝ち点差が5しかね、ないはずなんですよ。間違ってたら申し訳ないんですけども、勝ち点差5しか離れていないので、首位チームの新潟相手とはいえ、絶対に勝ち点3は奪いに来ると思うんですよね。電化ビッグスワンでは大宮は18年以来勝利していないんですよね。なので、新潟の方がね、多少データ上有利になってくるんじゃないのかなと思うんですけども、相馬監督率いる大宮なので、新潟に対してどういう戦術、対策で来るのか、そこはね、かなり注目していってもいいんじゃないのかなと思います。勝ち点3を奪いに来るので、引いて守ることはしてこないと思います。虎視眈々と新潟にボールをあえて保持させておいて、コンパクトフィールドで一気に奪ってカウンターを狙っていくんじゃないのかなと神田は思います。新潟はビルドアップしていく上でミスはね、あると思うんですけども、まあ、ミスはできるだけしないように。そして、もしね、ビルドアップ、もしくは縦パス入れた時に大宮に奪われていくのであれば、攻から守の切り替え、ここがね、大宮戦のポイントになってくると思いますので、そこはね、意識して、できるだけね、早めに切り替えてやってほしいなと思います。あと一つ、大宮のゴールキーパー、志村選手が出場してきた場合、志村選手のプレーを見ていて思うことがあるんですけども、ハイボールの処理があまり上手くない、迷いながら処理をしてる感じがするんですよね。キャッチをすればいいのか、それともパンチングで弾けばいいのか、その辺のね、判断が、こう、迷ってるところがあるので、新潟としてはスカウティングしてると思うんですけども、志村選手の前に、こう、志村選手が出れるか出れないかのところにクロスを放り込んで、あわやパンチングミス、もしくはキャッチングミスしたところを、こぼしたところを押し込んでいく。まあそういったね、ことを試合開始、シンプルにね、狙っていってもいいんじゃないのかなと思います。そこで志村選手がうまくね、ハイボール処理していけば、まあ、この試合、そういった判断処理、迷いなくしてると思いますし、もしね、そこで、ハイボールの処理、キャッチングしに行ってこぼすようであれば、もうね、そこは徹底的に、志村選手が出れるか出れないかのところにボールをね、クロスを入れていくのも一つ、いいんじゃないのかな、やっていってもいいんじゃないのかなと神田は思います。それとも佐野選手が不在していた時に穴を埋めていた成瀬選手やハン選手を起用していくのか、コンディション次第で、まあ、中盤の組み合わせが変わってくるかもしれませんが、ここの中盤の組み合わせも誰と誰を組み合わせていくのか、かなり注目になっていくんじゃないのかなと思います。伊藤監督就任後4試合目となる仙台は勝ち点59の5位、 J1 自動昇格圏の2位以内への食い込みはちょっと難しいかなと思うんですけども、 J1 参入プレーオフの出場権は絶対ね、確保したいと思うんですよね。ですけども、このプレーオフ圏内がかなり大混戦。4位の熊本を勝ち点2差で追走する仙台ですけども、6位の大分とも勝ち点2差しかないんですよね。参入プレーオフ出場を確実にするためには、仙台はこのアウェー岡山戦で絶対に勝たないといけない。で、今節は遠藤選手が出場停止なんですよね。3-4-2-1 のシステムで右シャドウを定位置としつつ、流動的なポジションで攻撃を構築してきた遠藤選手の穴を仙台はどう埋めていくのか。
木田選手、名倉選手、加藤選手あたりが、まあ、起用されていくんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、ここがね、一つのポイントになってくるんじゃないのかなと、誰が出場してくるかで、まあ、プレースタイルが3人とも違いますので、まあ、そこにね、どう伊藤選手が、伊藤選手じゃないわ、伊藤監督が誰を託すのか、まあ、ここがね、最大のポイントかなと神田は思います。で、仙台は、守備で岡山のセットプレーを警戒していきたい。バイス選手と柳選手の両センターバックがターゲットとなり、まあ、リーグ2位の9アシストを記録しているディフェンス、川野選手が高精度のクロスをバンバンね、サイドから前線に送り込んできます。デューク選手が不在ですけども、このセットプレーからの得点パターンは変わらないと思います。そして岡山、ロングスローもあるんですよね。徳本選手がミドルサードからでもガンガン前線にロングスローを放り込んでくる。仙台はリスタートからの失点が多いんですよね。伊藤監督が就任してからはリスタートからの失点はないんですけども、シーズン通しての課題だと思います。仙台はセットプレーはゾーンディフェンスで守っているので、ゾーンの隙間に入り込まれないように、まあどう守っていくのか、まあそこがポイントになってくると思います。まあ仙台はね、絶対に負けれないですし、岡山は昨日横浜 FC が勝利してしまったので、まあプレッシャーを感じてるかもしれませんので、まあそこのね、3位、5位の戦い、かなりね、注目の一戦になってくると思います。続いては、10位、千葉対4位、熊本の試合をお伝えしていこうと思います。千葉は、チャン選手が確か出場停止だったと思います。で、熊本は、ここ5戦で、4勝1分けと、完全にね、ゾーンに入ってると思います。で、熊本は、独自のスタイルで、まあ、丁寧なビルドアップと、素早い攻撃を組み合わせた攻撃が特徴。パスをつないで、流動的にいいサッカーをしてくるので、千葉は、どうそのパスサッカーを阻止していくのか。熊本は攻撃も注目されているんですけども、守備がね、やっぱりめちゃくちゃいいんですよね。で、千葉が熊本の前から来るプレスをどう剥がしていくかが、まあ、ポイントになってくると思います、この試合は。熊本は前からプレスをかけてくるときに、前線で数的同数になるときがあるんですよね。そこで千葉の選手が1枚剥がしていけたら、その裏に広大なスペースがある。千葉の各選手が自分のところで1枚剥がしていくという、まあ、強い意識を持って試合開始からやっていけば千葉はね大いにチャンスがあると思います。で、千葉の試合を見ていて思う部分が、千葉が後ろでビルドアップしている時に各駅停車になっているような気がするんですよね。まあ、横にいる選手、縦にいる選手、まあ、目の前にいる選手にただパスをつないでいく。そうするとね、どうしてもこう前から激しく来るチームに対してはそのパス狙われてしまうので、この熊本戦では熊本の選手の立ち位置をどれだけずらしていけるかが大事になってくると思いますので、ビルドアップ目の前の選手に出すんではなく、一個飛ばしでパスをね出していく、ビルドアップしていって熊本の選手の立ち位置をずらしていくっていうことが大事になってくると思うんですよね。そして熊本の選手をできるだけ移動距離を増やしていくことによって、そこでギャップが生まれますので、そうしたことによってこう三木選手などが裏に飛び出していく、まあそういったねことが千葉にとっては大事になってくるんじゃないのかなと思います。まあ、今日はね注目される試合をお伝えさせていただきましたが、まあ新潟は本当にね大宮との大事な一戦になってきます。ここでね本当に勝てば、もしかすると今日のね他のチームの結果次第では J1 昇格に王手がかかる試合になってくると思います。まあ、かなりねプレッシャーを感じるかもしれませんが、まあ、プレッシャーを感じてもまずはね己に勝って、そしてピッチで最大限のね新潟のサッカー、新潟のサッカースタイルを表現してほしいなと思います。今日もね多くの方が、ファンサポーターがスタジアムに訪れると、神田の、情報を見てますので、またねその声援、
応援がね、後押しになると思いますので、ぜひとも皆さんで、ね、新潟の勝利を信じて応援していきたいなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。